それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で前回はこのような内容でやっておりました。前回計算量の概念をやりまして、それからあと符号なし多倍長整数の加算の計算量について調べて、あと符号付きの多倍長整数の表現にもついて行いました。でその後、一変数多項式の話に進みまして、一変数多項式の加算のアルゴリズムと、その計算量について見ていきました。で今回はその一変数多項式の、その加算のアルゴリズムに関連する話題としまして、一変数多項式のホーナー法について説明します。でその中で特にそのホーナー法の応用として、非不整数の二進十進変換ですとか、それから小数分数の二進十進変換の話を紹介します。ということで、まずテキストの方は18ページの法な 2.2.2 節の法な法から始めますので、持っている人は参照してください。で、まずここで話題にするのは、多項式の評価と呼ばれる計算です。でここではまず AX をこちらの形で与えられる一変数多項式とします。N 次の多項式ですね。で変数を X としてで係数は整数とします。でここであとですねこの X0 という整数を取ってきましてでやりたいことはこの多項式 AX2 の変数 X に X0 を代入した AX0 の値を求めるということです。でこの計算もしくはこの操作をですねこの計算基礎学では x イコール ax で ax の値を評価するというふうに呼びます。英語ですと evaluate という言葉が対応します。でそこでその多項式の評価のまず素朴な方法を見ていきますと、こういう形になるかと思います。今 ax をですねこのような形で与えられた4次の多項式としましょう。それから x0 を10としまして、この ax2 の x に10を代入した値を計算することにします。で、そうしますと、我々がこれまで親しんでいる方法ですと、ax の各項ですね、5x4+3x+3+…っていうのの各 x にその10を代入しているわけですね。で、そうしますと、こういう形で、A の10という値が計算できるわけなんですが、我々がここで注目するのはその A の10を計算するのに一体何回の指則演算整数の指則演算が必要かということです。そうしますと、この式を展開を見てですね皆さんもすぐパッと分かると思いますけれども例えば1次の項ですね、1次の項 8x っていうのにところに x に10を代入してその値を計算しようと思ったら、ここで掛け算が1回生じるわけですね。で同じようにその、2次の項では掛け算が2回3次の項では掛け算が3回というふうにその i 次の項で掛け算が1回ずつこう生じることになります。でそうするとじゃあ全体としてその何回その乗算が必要かというとこちらの下の方の式にありますように1から n までの j の和ですねが必要になります。そうするとこれはこう皆さんもよく知っている数列でしょうからその和は2分の n+1になるということでラジオで評価するとオーダーの n2 乗の回数になるということでですのでこれは何を言っているかというとその n 次の多項式の値を評価するのにこういう素朴な方法を使うとそこで必要な乗算の回数というのは大体 n 多項式の実数ですね n2 乗のに比例するということを言っています。でところが皆さんの中にはその高校でですねその常用定理とか組み立て助法っていう方法を習った人もいるかと思いますが組み立て助法を習った覚えてるというのは人はどのぐらいいますか？
若干、はい、わかりました。ということで、まあ、高校でも出てくることもあるこの組み立て助法というのが実は今回説明する方難法につながっております。でそこでまずその剰余定理というのを復習しますと、次のような定理だったんですけれども、今ここでは AX を整形数の多項式として、で X0 というのを整数とします。でこの時に、AX を X-X0 という1次の多項式で割った剰余はその AX のを X0 評価した値に等しいというのがこの剰余定理でした。で、その剰余定理を用いた方法というのは、これは一部の高校の教科書にも紹介されておりますけれども、こういう方法でその剰余を計算していたはずです。一応ちょっとこれも初めてやるとか忘れたとかいう人もいるかもしれませんし、あとは一応この教材のビデオ収録上のこともありますので、一通り見ていきましょう。で、この計算の仕方は、まずその与えられた多項式ですね、この AX の係数を、まあ、このように、工事の項から順番に書いていきます。で、まあ、こんな感じのこう線を引っ張ってですね、でここにその代入する値10を書きます。で、それでですね、まず最初にやることはこの、最高次の係数ですね、係数の5をまずこの真下の線、この横に引いた直線の下に書きます。で次にこの5をですね、このにこの x0 をかけたもの値、これをこの隣の右ドレンの係数3の下に書きます。で、そうしましたらここでですね、この3と50と縦に並んだ係数が出てきますので、この係数の和をこのさらに50の下ですね、50の下の直線の下のところに書きます。で次にこの53にこの x0 である10をかけた値530になりますが、これを今度また右隣の係数-2の下に書きます。で次にこの-2と530の和をこの530の下の直線の下に書きますと528になりますという計算をあと2セープ繰り返すことで、最終的にこの与えられた多項式 AX の定数項-10の下の直線の下にある値が52,870という値になりますけれども、これがちょうど多項式 A に10を代入した値になるっていうんですね。で、じゃあこの、この図を使ってですね、その A の10が52,870になったという計算はどのようにして得られたかというと、こちらのスライドの下の式にあるようにこう計算されたわけです。ここにありますように、この 5×10+3 っていうのは、ちょうど この部分ですね、ここの5を10倍して3を加えて53になりましたと。でそれに、10をかけて2を引きましたというのはこの部分の計算です。でさらに、10をかけて8を加えましたというのはこの部分の計算で、最後に10をかけて10を引きましたというのはこの部分の計算なわけですね。ということで、まあ組み立て助法で習ったやり方はこういうやり方だったんですけれども、まあ、より一般にその AX としてその N 次の多項式が与えられたときに、その X0 を代入して評価する場合に、このような形で計算すると。その今の組み立て助法のような形で計算する方法は、実は方難法という方法で知られています。こういう形になるわけですね。で、この方難法が欧米で知られるようになったのは、少なくとも論文が出たのは19世紀に入ってからなんですけれども、東洋ではそれよりも古い時代から知られていたということが、まあ昔の文献で分かっているようです。ここまでいいでしょうか。で、次に、じゃあ今以上を加えまして、まずその方難法のアルゴリズムを書きましょうということで、まあ、アルゴリズムとして、まあ、方難法という名前にしますけれども、
取ってくる引数は、与えるのはその多項式 AX とそれから定数整数 AX0 ということになりまして、まあ、入力は AX は、N 次の整数係数の多項式それから、X0 も整数でこれに対して、出力はその、Y イコール AX0 ですねという値を整数を出力するという、アルゴリズムです。で、まあ、アルゴリズムのその流れとしましては、先ほどのその、組み立て情報の図で説明した通りになりまして、まず最初に1ステップ1で、その y に an、an っていうのはこの主係数ですね、ax の主係数を代入すると。でそれから、この i の値をその n-1 から0に1ずつ減少させていくループを繰り返しループを作りまして、そこでその x0 に y をかけた値にその i 次の係数 ai を加えたものをまた y に足し込んでいくということを繰り返して最後そのこのループを脱出したところで y を返すと先ほどのその a の x0 の値が返ってくるという仕組みになっております。と一応あのアルゴリズムはこんなふうに書けますけれども実際にそのこのアルゴリズムでそのホーナー法の計算多項式の評価ができるということはあの各自でよく確認しておいてください。ここまでいいでしょうか。